ンビーさん、これからも応援してます。ありがとう。よかったらこの後作る？どうしよう、いいんですか？あバンビ君、あんな女にかまっちゃダメよ。できんといたずら帰れ。さっきからなんだよ、あんた。バンビ君、なんで私を見捨てたの？私はあんなに尽くしたのに。仕込めなよ。味噌舐める？バンビ絶対に許さない。ほら結局こうになってんじゃん。ダメ。うん、あのおばさんもうお金持ってなさそうだし切りたいな。我々の計画がこんなうまくいきそうだね。また新しい金づる探すか。あんたたち最初から私をはめる気だったのね。違うんだよキイコさん。もう言い訳しても無駄よ。僕はキイコさんのことずっと思ってるよ。だったらキスぐらいしてちょうだいよ。キス私のこと思ってるんでしょ。にきくっそ、ごめんなさい。ようやくアイドルに懲りたんだね。そうね、他人に依存する幸せは長続きしないもの。でもショッピーだけは私を裏切らないし、一生幸せにしてくれるわ。えリアル算数、リアル算数、俺の感性算数、野口ら算数ショッピーやめつけやった、うっさくさん、うっさくさん、うお前の命無駄にはしない。おやピラー、お前ら絶対に許さない。うわー、チカ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 チンカ、お前まさかこいつの家族なのか。チカチカ、どうすりゃいいんだよ。正義の反対は正義だから、戦争は複雑なんですね。ワップ、チコ、憎き地球人め、侵略してやる。絶対にお前らを止めてやる。何が目的なんだ。教えてやろう。我々の目的はスイッチを手に入れることだ。は？スイッチでフォートナイトがしたいのだ。え、それだけ？それなのに抵抗するからやむを得ず侵略してるのだ。なら作ってあげるよ。できた。おお、これが伝説のゲーム。もういい？地球軍全員に告げ、目的は達成した。今すぐ帰るぞ。ワップ。先生、聞いたわ。聞いたのことだが、残念ながら。おはよう。鼻くそお腹にリスさん大丈夫だった。聞いたじゃあ授業を始めるぞ。今日は東西冷戦についてだ。まずあの国がこうなって、この国がああなって、それでこういう人物があのアクションを起こした。それでだな。おい、授業おかしい、夢やってんのか。なんでお前こんなところにいるんだよ。いい加減話を聞け。うわー。
ったけです。みんなでゲームしようぜ。ゲーム機を見つけたらすぐに没収するからな。はい。ま、バレないよな。ヤネちゃんどこ行くの？一泊二日の学校での宿泊体験だよ。宿泊体験？ヤネちゃん元気で帰ってくるのよ。一泊するぐらいで大げさだよ。行ってきます。俺はこの日のためにカレー作りの極意をまとめてきたんだ。すごーい。じゃあ班長はゆうとくんってことで。ああ、俺もまとめてきたよ。そんな。ヨネスケ隊長、よろしくお願いします。本当に人参をカットしたら玉ねぎを向け、ヒーターどこからお米を盗んだと炊飯準備。はぁ、ゆうと、お前お皿洗い担当だ。はーい。ねえ。どうした本当に。目が。これをつけろ。メロだよ。メロだよ。メロだよ。聞いた。何触ってんだ。ごめんなさい。追加だ。洗っとけ。はい。できた。お前サボってたくせに酒に食えない。いいから釜井先生を喜ばせるんだ。先生、カレーできたので食べてください。隠しなんかして見た目に自信がないのか。おいしい。初めての食感なんだが何が入ってるのかな。カレー味のうんちだよ。うんち。先生はカレー味のうんちとうんち味のカレーどっちが好き。それは間違いなくカレー味のうんちだ。目をつぶればただのカレーだからな。おやこやめたぶっぽり。部下の失敗は隊長の責任だ。隊長。ヤネちゃん朝ごはんよ。はい、ハンバーグ。うわ、ハンバーグじゃん。いただきます。うらちゃーわちゃー。人参嫌いって言ったじゃんか。なんで混ぜるんだよ。あんた、いい加減食べなさいよ。待ちなさい。このままじゃやばい。何か道具は。なんだこれ、全部人参になってるじゃねえか。どうなってんだよ。どうしよう。あ、もらね。あー、まあ、うん、あ、マッチョヤネスケ。あれ、ヤネちゃん今食べたわよね。え、それ、人参よ。あれ、意外と美味しいぞ。やったわね、ヤネちゃん。食わず嫌いしてただけなのよ。やった、食べられるようになった。よかったわね、ヤネちゃん。私の食べ物返し。こいつ、足が速すぎる。体育館のミッション成功したんだな。おい、どこ行くんだよ。こっちだって。
ンジェリー。うわー、待て、来るな。コンジェリーとは時間を稼いでくれ。俺は図書館に行ってくる。任せて。彼の好きだった本はエルマーの冒険だ。セクショー、どこにあるんだ。なんだ、宇宙人かよ。よくも俺の友達を。これだ、僕の父さんのエルマーが小さかった時のこと。ある冷たい雨の開いた。最後の指令は何だ。あ、聞いた聞いた、大丈夫か。おい、ちょっと待て。うわ、君は昔亡くなった小学生の幽霊だったのか。脱出するためのミッションは全部君の好きなものと関係があったからね。そうだよ、僕本当はみんなと遊びたかっただけなんだ。気持ちはわかるけど、だからといって怖がらせちゃダメだぞ。ごめんなさい、でもみんなと遊べて楽しかったよ。これあげる。ありがとう、また遊ぼうな。うん。今まで何してたんだ。いや、今まで変な殺人鬼に追われて大変だったろ。頭のおかしいやれつけ置いといて、みんなで鬼ごっこしようぜ。待ってよ。今回の動画はデッドバイデイライトモバイルとのタイアップ動画でした。何のこと？デッドバイデイライトモバイルは生存者を追いかけるキラー1人とそのキラーから逃げるサバイバー4人で戦うホラーサバイバルゲームなんだ。すごい面白そう。キラーもサバイバーもたくさんのキャラクターがあって、それぞれ別の特殊能力を持ってるからいろんな楽しみ方ができるんだ。ちなみにヤネスケの好きなキャラクターは何なの？俺は鬼かな。お母さんの顔が似てて面白いんだ。誰が鬼と似てるですって。ハッピー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 みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ。なになに息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテ。